やっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。大西桃花です。あー、桃ちゃん。イエーイ。きょんちゃんも配信してます。すごい。イエーイ。こんにちは、はじめまして。はじめましてじゃないよ、絶対。本当ですか。あ、すごい、桃色。イエーイ。こんにちは、こんばんは。そう、ショールームしようと思って。きょんちゃんがいて一緒にやりますたまたまって言ってくれて、そうやった嬉しい。どうもこんにちは、ももちゃんです。大西ももかと申します。もみんな知ってますよ。あ、ショートコンビだ。確かにそう、ショートコンビ。なんかたまにあの16人の鉄田の映像を見るんですけど、うんうん、その時ももちゃんめっちゃ髪長くて、あ、そう、びっくりします。なんで切ろうと思ったんですか？あの写真集出す時にショートとロングどっちも撮りたいなと写真集中に切った。なるほど。いや、すごい。もう伸ばさないんですか？うん、楽ですよね。短いの楽やね。そうなんですよ。髪の毛乾かすのがすごい嫌いでさ。あ、暑いですよね、夏とか特に。そうね。ひでちゃんがタコくれた。タコ、これシャボン玉のギフト可愛いですよね。もや、そうなんですよ。なんでシャボン玉？わかんないです。わかんないです。シャボン玉。あ、ないわ。来てない。あれ来てない。シャボン玉。待って、そのシャボン玉ありがとう。ここなんかブク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 ってなるんですよ、画面に。え、そうなの？泡が。ああ。短冊が終わって、これありがとう。このシャボン玉のギフトが出てきたと思います。サンマルさんとマウンテンゴリラ、ひろちさんもありがとう。ありがとう、シャボン玉。ありがとう。ブクブクです。ブクブクだ。すごい。今塞いでるマイクにし。ああ。どうですか。聞こえますか。あ、大西さんやん、テンション上がるって来てます。イエーイ、ももちゃんです。え、すごい。あ、ポーチさんもシャボン玉ありがとう。ナイトプールギフトらしい。あら、パシャ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 ギフト。あ、今です。すごい。そう、キョンちゃんと大西の服真逆やって、マスクも。あ、ほんとだ、ね、白黒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 で、イエー、トゥルルルルル、真逆だ。ジャスティス、ジャスティス。あ、今は大丈夫。あ、そう、どこがマイクなんですかね。どこがマイクなんだろうね、これ。どっかがマイクなんだ、きっと。わかんねえわ。あ、桃色って来てますよ。桃色、ありがとうございます。嬉しい、すごい。あ、たくちゃんもシャボン玉ありがとう。水鉄砲、みんなシャボン玉ありがとう。二人は何つながり？チーム4。チーム4です。そう、年齢が意外と近い。確かに。え、ももちゃん今年何歳の年？私は24。あ、2個上だ。うん、案外近い。本当だ、すごい。嫁にしたい2人ともやって。え、嘘、欲張りさんだな。あらあらあら。え、でもももちゃんをお嫁にしたい気持ち分かりますよ。嘘やん。で、もも、いや、性格が好きです。え、性格が。嬉しい。性格っていうか、なんか、え、すごい、こんな優しい人いるんみたいな。一応褒めてくれるよ。そう、何も出へんで。何も出へんで。本当に好き。あ、アツトちゃん、レイモスターありがとう。あ、私の好きな二人がコラボしてるなんて、好きなの。やったやった、嬉しい。 ゆいり、あ、そうか、ゆいりちゃんとナナさんと同い年なんですね。いや、なるほど、同い年です。あ、22に見えないって。24、まあ23なんですけどね、まだ。うん、24になる代でございます。うわ、すごい。牛丼くらい出してあげて。やったー、牛丼ゲット。まあ、牛丼ならまあまあまあ、まあ、好きやなら一緒に食べに行こうよ。やった、嬉しい。そう、お腹空いた。お腹空きましたね。エイジさん、水鉄砲ありがとう。え、15いますか？いない。ギョーテンス、そう、ゆりなちゃんの生誕祭なんですよ、ね、もし同じポジションなんだ、ギョーテンと。そうなんですね。そう、だから心の中でお祝いしてるね。なるほどなるほど。いや、うん、ふん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 、特盛かな、特盛かな、特盛食べれる。
特盛り、あん食べたことないです、特盛り。もない大盛り。え、大盛りの3倍くらいでしたっけ、なんか特盛り。なんかありますよね、なんかこれはなんかの何倍で、うん、これはなんかの何倍でみたいな。ね、なんかあったよね、あれ何やったっけ、うん、食べたことないですね。あ、姉妹みたいですねって来てます。似てますかね、嬉しい。確かになんか雰囲気。やった、確かになんかなんとなくちょっとなんかね、なんとなくちょっと似てるかも。ジャンルが一緒、うん、そう、ジャンルがなんか一緒、うん。あ、善悪とかお見送りでしかお話ししたことないけど、とにかく優しいイメージあるだって。そうなんですよ。そんなことないよ。めちゃめちゃ優しいんですよ。そう、ショートカット仲間。やりましたね、ショートカットの夏。あの、やった。大西先生のとこ、大西先生、何でしたっけ？大西先生。大西先生超好きでした。懐かしいな。懐かしい。そう、舞台で被ってて、うん、先生役でそう出演して、一部出演、うん、一部すぎる出演そう、 MC のたんびになんか出てくるっていう。いや、もう本当、本当に好きでした。嬉しい、懐かしい。秋葉原第四高校、よく覚えてるね。あ、合ってますか、秋葉原第四高校ダンス部。あ、そうダンス部やった。あ、懐かしい。あとあれもやったことあるよね、あのこことさ、はい、川口真中ちゃんの3人で、あ、ショートカットの、そう、レーン、うん、やりましたね。でも一人だけ長かったの、きょんちゃんがその時。そう、なんか謎に長くて、あれれみたいな、そう、すいませんって、ショートカットレーンやけどみたいなね、あったよね。あ、一部出演だけどインパクト強かった。いやー、そう、めっちゃ印象に残ってる。嬉しい。フジピさん、シャボン玉いっぱいありがとう。ありがとう。こんにちは。それ懐かしい。そう、楽しかった、ね。私、ももちゃんとユニット曲、なんか劇場とかでしたことないですよね。劇場は。あ、でもバーコードしたのかな。バーコードきょんちゃんとしたことない。なんか、でもなかなか、そう、ももちゃんと同じ曲やったことなくて。やってみたい。あれはアンチョコの役？え、やってましたか？八人バージョンでやった。あれ？じゃあ被ってる？誰か。え、でも私ももちゃんとチョコの行方出た記憶ないな。じゃあ違うのか。違うんですかね、もしかして。あ、ウィンブルドン見てみたいって言われてますよ。キャッ。え、ももちゃん的にはどういう可愛い曲が好きなのか、なんかかっこいい曲が好きなのか。でもセクシーなの割り当てられてませんか？私、笑わない曲が好き。あー、確かにそのイメージ結構ありますね。でもね、回ってきえへんの、そういう曲全然。お店、え、そうなんですか？あー、そう。あ、やった。あ、調べてくれる人がいる、私とももちゃんの。え、そんなことある、優しい、ありがとう。大西さん、ウィンブルドン得意です、だって。お、後輩でお邪魔してます、お邪魔してます。後輩とか先生、お邪魔してます。でもキョンちゃんウィンブルドンやってたもんね。そうなんですよ。黄色、5月17日のチョコの行く一緒だったっぽいです。ね、え、誰と一緒や。私、マチャリンと一緒のとこなんですよ。サビだと下手から2番目の人、あ、じゃあ一番下手側の人です、私、サビで。だから目合わないとこですよ、ね、一番せやな、関わりがないや。あ、それでだ。そうや、やからや、それでだ。ありがとう、調べてくれて、ありがとう、優しい。ヨジッピさん、だるま、ありがとう。確かにウィンブルドン、ももちゃんがピンクでキョンちゃん黄色だと最高だって。よし、確かにするとしたら、もしピンクだけは嫌やな。あ、でもピンクの衣装あんまイメージない。割り当てられもしない感じですか？しないね。うん。あ、イノセンス、お兄さんがパフォーマンスしたら最強。そう、でもそっち系のももちゃんが結構見たい。23ですからね、もう。でも私もなんか可愛い曲。でも私もなんかそのバーコードとかアメピとかの方がやりたいんですよ。アメピが一番いい。ですよね。アメピが一番いい。アメピ唯一やったことないんです、私。アメピやりたいがために16人の時公演覚えたもん。そうなんですか。1回しかできんかった。そう、コロナで。ああ、そうか。さよならしちゃった。カノンちゃん、レイボスト、ありがとう。ありがとう。あ、最近好きな色、桃色になりつつある。ああ、桃色。ありがとう。やったやった。優しいことばっかりだ。すごい。そう。確かに桃色の割にピンク NG。
違うね、桃色はピンクっていう意味じゃないんだよ。あ、まあでも確かにそうですよね。桃か色っていうことですよね。私の色に染まってあーっていう、染まっちゃうよっていうね、染まっちゃうよっていうね、そんな感じでございます。あ、生誕祭はチーム4ですねって来てますよ。おにし、あれ何月ですか？9月。あ、え、やりましょうチーム4で。去年のやつもまだやってないの。え、やりましょう。なんかもともとチーム4か僕夏のどっちかでって言われてたの、うん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 、で結局昨日公演でどうします生誕祭みたいな言われて、なんかタイミングが確かにやばそうってなってるから、結局その僕夏かチーム4かチーム A とか、ね、もうランダムでって言われて、うん、そう、え、これ何でやるかもしれない、わかんない。そうなんだ。思想できるかどうかちょっとわかんない。でも9月なら、ね、だってもうリミットが、そうなんだよ、ですよね。そう、リミットがね、だから今年のやつとごちゃになっちゃうかも。確かに、やばいやばいやばい。そうだ、 ね、できる時にやる感じ。そうなんだよ、そうなんだ。早くやらないと次の誕生日が、スタッフさん、スタッフさんお願いします、お願いします。あ、ランダム生誕祭ファンの人も大変そう。確かに、どれかなんか分かるもんね。3パターン用意しておかないと、まあでも2年分ね、パッてまとめるのね。あ、まあでも確かになんかその方が分かりやすい、なんかスピーチも、うん、そうやな、なんかどう喋ればいいか難しいですもんね。2年分喋りますって言った方が分かりやすいっちゃ分かりやすいですけど、スピーチを優先するか、うん、主役を2回できるのを優先するからね。でもファンの方はでも2回嬉しくないですか、やっぱ2回特別な公演が。でも準備はあれだ、大変だと思いますけど。確かに、いやいや、まあ、全部運営にお任せするわ。うん、でもチーム4だったら、チーム4だったら私出たいな、ももちゃん。出てほしい、出てほしい、出てほしい、もう全員出てほしい。全員出てほしい、うん、楽しそう。あ、ユイリの生誕祭見て、あ、短いスパンだと大変かなって思いました。そう、ユイリちゃん、そう、2ヶ月連続だったんですよ。そうそうそう。あ、シャボン玉ありがとう、招き猫さん、マスクありがとう、初見さん、ゆゆてんさん、初見さん、こんにちは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 。で、え、出てだって、え、嬉しい、出てありがとうございます。あ、ここまで来たらももちゃんにお任せしますだって。でもももちゃんもわかんないですもんね。そう、大西は運営に、運営さんにそうお任せしてるからさ、運営さんにお任せ。あ、初見さん、こんにちは。マービンさんと魚さんです。魚さん、魚さん、あと2分、あと2分、あ、15分、ありがとう。ちょっとランキング読み始めようかしら。お、ランキング、ももちゃんランキングいいですか。はい、じゃあちょっとももちゃんランキングちょっと読ませていただきます。イエイエイ。ではですね、ももちゃんランキング読みます。ではいきます。1位、ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がロロさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がユマアットマークギリギリチョップさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がのじさん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がカホーニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がつばさんさん、 ありがとうございます。イエイ。そして10位がとちおーらいさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がけいじさん、ありがとうございます。けいじさん。イエイ。そして12位がかっきーアットマーク、おにしぐんアットマーク、ももちゃんと一緒の善悪以来です。お、こんにちはさん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がワンタンメンさん、おいしそう、ありがとうございます。イエイ、イエーイ、ありがとう。すごい、なんか嬉しい。善悪以来だって、すごいいいね。もう何年も前せやな。だって髪の毛また短くしたのっていつ、めっちゃ伸びてて、いつだろう。あ、成人式の前ですね。だからだから、あ、ワンちゃんだから二十歳なりたてとかじゃないですか。だから1年だから、もう1年2年前とかです。あー、わーわー1年半やって。うわ、1年半か、懐かしい、懐かしい。あ、こんにちは、こんばんは元気、すごい、なんか
嬉しい、なんかこんなショールームの女王のランキング一緒に。なんでやねん、なんかすごい女王じゃないし。いや女王ですよ、女王とかないし。いやー、あ、いつもお疲れ様って来てます。きょんちゃんも皆さんもですよ、みんなお疲れ、人生お疲れそれちょっと違う意味になるくない？でもなんか、ももちゃんってなんか、でも優しいからな。優しくないよ。あ、ありがとう。あ、十分経ったのか。あ、当たったね。こんにちは。ありがとう。経ちました。あ、おにしはレッスンだ今から。頑張ってくださいよ。頑張ってください。やばい。やばいやばいやばい。じゃあレッスン頑張ってきます。今日じゃまだ続けるか。もうちょっとします。オッケー、じゃあ、はい、お先におにしは失礼いたしますね。ももちゃんでした。ありがとう。お邪魔しました。最後にキャッチフレーズをやりたいと思います。お、やった。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？黄色、白、赤、あ、青。おー、レパートリーがいいですね。でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、レッスン行ってきます。いってらっしゃい。